皆さんこんにちは、手延べラーメンマンです。今回は、ベジタリアンの、醤油チャーシュー麺を作っていきたいと思います。それではご視聴よろしくお願いします。
今回作った、ベジタリアンの醤油チャーシュー麺なんですけど、結構ね、美味しくできたと、自分では思います。私ね、娘いるんですけども、辛口で、お世辞を言わない娘なんですけども、娘にも食べてもらったところ、美味しいかまずいかどっちやって聞いたら、うまいよりって答えてたんで、辛口のね娘がねうまいよりって言うってことは結構ね美味しかったんだと思うので、皆さんもね、皆様のご視聴、視聴者のね皆様の中にねベジタリアンの方いたらぜひともちょっと作ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。